指示台を平らな安定したところに置きます。ピンセットで点火用面を適当な大きさにして指示台の真ん中に置きます。ピストンを抜き、シリンダーを指示台に取り付けます。シリンダーにピストンを取り付け、ピストンを上から押して点火用面の様子を観察します。